チェルシーは本当に昨シーズンからの振り幅がすごいですね。CL 優勝からの今ここですもんね。もしかしたらあれかもね、CL 優勝してさ、こうがっちりさ、トゥエルが評価をつかんだじゃん。リーダーだけど、どっちにも転びそうな状況から、リーダーっていうか、まあ、ボスとしての座を安泰のものしたじゃん。だからちょっとトゥヘルの中の本質的なちょっと高圧的な部分、うん、岡崎とか言ったじゃん、めっちゃいきなり怒ったりするとか。あと昔さ、選手合わせたんだけど、トゥヘルのマインツ時代の指導の動画が出てて、はい、それがもう本当になんかこうボール持ちすぎる選手に、お前のオナニープレイ見るために来たんじゃねえんだよみたいな、めちゃくちゃキレてんの、ひどい言葉で、っていうのが多分本質でしょっていうのをいろいろ修正してって今になってるわけじゃん。だからドルトムント時代も主力選手と揉めたりとかあったから、主力でちょっとまあ、普通にパフォーマンスも落ちてんだけど、まあ、シュメルツァーの件とかよくネタにするけど、うん、ああいうところでこうスター選手とかそういう選手たちの扱い方を学んでって、うん、チェルシーにこうたどり着いたところからちょっとそこのねあれが出ちゃったのかもな、うん、崩壊まではいかないけど何人かはトゥエル辛抱者じゃなくなってる感じあるよね。ってことじゃ激悪なんじゃないですか、トゥエルって。もしかしてってないうことになるよね、うんうん、関係性って修復できる関係性とそうじゃない関係性があるからね。そうそうそう、俺もシュワボで学んだ部分あるしね。こういうなんかこう選手に対してさ、で甘いからって言い訳じゃないんだよねこれ、まあ、菅原くん見てた側だから分かるけどさ、なんならきつく言ってる人の方が残ってたりとかするから、ね、逆に甘やかしてというか配慮したつもりなんだけど結果あっちがなんか乗ってきちゃってみたいな、調子乗っちゃってみたいなパターンもあるから、難しいですね本当に。いやそうなんよ、だからね、きついこと言う人が全部悪いかって言って、今それこそこの時代だからね、そっち側が許されない感じはあるんだけど、かといってそこじゃあ緩くやってたら今度ちゃんとやってる人たちから不満が出たりする。なんであっちに優しいんすかみたいな、こっちとしてはバランス取ってるだけなんだよ。だから結果やっぱ厳しくなんなきゃいけないところが出て、そこのバランス一個間違うとみたいなね。もしかしたらね、ジョルジーニョのそれも俺らはオンザボールのあれだと思ってるけど、はい、もしかしたらなんかそこでボール持った上での選択肢みたいなのがチームの中で絶対やっちゃいけない原則だったかもしれないし、ね、うん、まあ、真実っていうのはこう結構分かんないところでさ、こうだからこう使われないみたいなことこっち側が思ってるのも、実際は代理人とのねビジネス的な関係だったりもあったりするから、ね、まあ、マネジメントって本当、ね、すげえうまくいってると思ったら、ちょっとのねなんかチームがこうお盆だとしたら、こう監督というか責任者どこに自分の指を置くかみたいな、でこれが一番倒れないところを探し続けてみたいな、これが俺一番しっくりきてて、チームマネジメントを感じ、はい、時には一番端っこが一番倒れなかったりもするんだよ、うん、みたいなののこのこれがねすごくうまくて、うん、なおかつこのどっちかに寄ってんのをちょうどうまく配置し直せるのがクロップなのかなと思ってる。長期政権系のモチベーター監督。あ、そうですね、長期政権、はい、確かにその通りだと思います、うん、あの日の僕が欲しかった言葉を、あの日の僕と重なった君や、必要なのは微調整、曲げずとガラス歩く